1997年に宇宙から撮影されたシシザ流星群の出現シシザ流星群はシシザに放射点を持つ流星群である。レオニーズ、レオニードなどと呼ばれることもある。毎年11月14日頃から11月24日頃まで出現が見られ11月17日頃に極大を迎える。母天体はテンペルタットル彗星である。普通の年には 極大時に1時間あたり数個の流星が観測できるが過去に何度も大出現が見られた。流星天文学の発展にも重要な役割を果たしてきた流星群である。シシザ流星群の放射点は設計10時12分、赤いプラス22度にあり、シシザガンマ星の付近にある。そのため、シシザガンマ流星群と呼ばれることもある。 活動期間は一般に11月14日から11月24日までだが、11月上旬から活動が見られることがある。極大は11月17日頃になることが多いが、数日ずれることもある。母天体であるテンペルタットル彗星は、軌道傾斜角が162度もあるため、シシザ流星群の元になるゴミは、地球と正面衝突するのに近い形で地球の大気に、 突入してくる。その結果、地球の公点速度が加わり、流星の大地速度は秒速 71km にも達する。これは全ての流星群の中で最高の速度である。獅子座流星群の流星もそれに伴い高速で流れる。獅子座流星群は放射点が地平線上に登ってくる深夜11時頃から徐々に出現を始める。 放射点の高度が低い時間帯は、流星物質が大気層にほぼ水平に突入するため、長い軌跡を描いて比較的長い時間飛ぶ様子を見ることができる。流星痕と呼ばれる煙のような痕跡を短時間残すこともある。深夜2時頃には、放射点の高度が上がり、短時間で濃い大気層に流星が飛び込むため、一瞬で消え去るが、濃い大気との衝突により、高度が増す。 このため、火球と呼ばれる明るい流星を時々見ることができる。シシザ流星群の母天体であるテンペル・タットル水星は33年周期で太陽の近くに回帰してくる。その前後数年は、シシザ流星群の出現数も大きく増大する。これは、テンペル・タットル水星の軌道上のうち、水星本体に比較的近いところにゴミが特に多く存在しているからである。 水星が太陽から遠くにある都市は極大時でも1時間あたり数個程度の出現しか見られないことが多いが水星が回帰する頃には最大で1時間に数千個から数十万個もの猛烈な流星雨や流星嵐と呼ばれるほどの出現を見せることがある。ただし必ずしも水星が太陽に最接近した都市に最大の出現が見られるとは限らず 数年程度ずれることもある。例えば、テンペルタトル彗星の1999年の回帰の前後には、1999年だけでなく1998年、2001年、2002年にも比較的活発な出現が観測されている。また、回帰前後にも大出現が見られないこともあった。しかし、1時間に数千個もの大出現を過去に何度も、 繰り返し見せた流星群は、シシザ流星群だけであり、過去の大出現の上位もシシザ流星群が多くを占めている。水星から放出されたゴミは何回も好転したり、他の惑星の重力の影響を受けたりしているうちに、次第に拡散していくが、シシザ流星群のゴミはあまり拡散が進んでおらず、水星の軌道を中心にした環状の範囲にゴミが集中している。これは、 ダストトレール、またはダストチューブと呼ばれる。このダストトレールの位置を放出された年ごとに計算することで、イギリスのデイビッド・アッシャーらは、流星群が大出現する時刻と規模を正確に予測することに初めて成功した。アッシャーは、ダストトレールが受ける惑星の重力の影響や、ゴミが受ける高圧も考慮して1998年以降のシシザ流星群の出現について、 予測を行い、極めて高い精度で、極大時刻を的中させた。特に、東アジアで2001年に見られた、大出現では、最大出現時刻の誤差はわずか5分程度にとどまり、それまで24時間以上外れることも珍しくなかった、流星群の極大時刻予報に、大きな変革をもたらした。シシザ流星群の出現に関する最古の記録は902年の、もので、スペイン、 その後も中国や日本、ヨーロッパなどで繰り返し記録されている。1698年、1799年、1833年、1866年、1966年、1999年、2001年に大出現があった。これらの大出現は流星天文学の発展にも大きな役割を果たしている。 極大を迎える時期は70年に1日程度の割合でゆっくりと遅くなっていて、10世紀には11月初頭15世紀には7日から10日頃、20世紀初頭には15日頃、そして21世紀初頭現在では17日から19日頃となっている。1799年11月11日から11月12日にかけての大出現は、 ドイツのアレクサンダー・フォン・フンボルトによって観測されていた。フンボルトはベネズエラのクマーナという町で友人のフランス人探検家エメボンプランと共に11月12日の早朝に偶然にシシザ流星群を目撃し詳細な記録を残した。1時間あたり100万個の流星が見られたと言われている。フンボルトは前天が流星で埋め尽くされ、 月の直径の3倍以上の流星がない隙間はどこにもなかったと記している。ヨーロッパでも観測された。1833年と1866年のシシザ流星群の大出現の様子を描いた絵画1833年には11月12日から11月13日にかけて北アメリカを中心に大出現が見られた。最大で1時間あたり5万個の 雨のような大湿原が見られたと伝えられている。アメリカ東部では好天に恵まれたこともあり11月13日、早朝に多くの人々がこの大湿原を目撃した。目撃者は大変な驚きと恐怖を覚え、この世の終わりだ、世界が火事だと泣き叫ぶ人々もいたという。寝ている人も外が流星で明るいので目覚めるほどだったとも言われる。この出現の様子を描いた版画は、 非常に有名である。この大出現では初めて科学的な観測も行われ、特にイエール大学のデニソン・オルムステッドは、この出現を詳しく研究し、流星が死死座の一点から放射状に飛び出してくること、その点は構成に対して不動だったことを明らかにした。オルムステッドはここから、流星は平行に運動していて放射状に流れるように見えるのは、その投影であること、 流星は大気現象ではなく宇宙空間を起源にすることを明らかにし、流星天文学を確立した。またこの時、大出現は33年周期ではないかとの仮説が立てられた。1866年には北アメリカとヨーロッパを中心に大規模な出現が見られた。規模は1799年と1833年よりは小さかったものの、 ヨーロッパで1時間あたり2000個、北、アメリカで1時間あたり6000個の流星が見られ、33年の周期性が証明されることとなった。この前年の1865年にテンペルタットル彗星が発見され、その軌道がシシザ流星群とほとんど一致した。さらに、彗星の光天周期は33年で、 大湿原が見られた年と水星が回帰する年が一致したことから流星の起源は水星であることが明らかになった。1966年にはアメリカのアリゾナ州キットピーク国立天文台で最大で1秒間に40個もの猛烈な出現が観測されている。ただしこの時大湿原が見られたのはアメリカでは狭い地域に留まり 1000km ほど離れた地域では 目立った出現が見られなかった。しかし、ロシアの北極圏地域でも1時間あたり2万個の大出現が報告されている。アリゾナでは1時間あたり1000個以上の出現が見られた。時間は40分程度だった。アメリカ中西部では当日は天候が悪く、また、1900年、1933年の前後に大出現が見られなかったことから大出現の期待が、 ほとんどされなかったため、目撃者はかなり少なかった。2001年11月19日2時52分、オリオン座と流星2001年11月18日から11月19日未明にかけての大出現は北アメリカと東アジア地域で条件が良く、特に日本では大部分の場所で好天に恵まれ、全国的に1時間あたり数百から数千個もの、 流星雨を観測することができた。北、アメリカやハワイでは1767年に放出されたダストトレールによる活発な出現が日本に数時間先行してみられた。アッシャーラは東アジア地域で1699年と1866年のダストトレールによる極大がそれぞれ午前2時31分と午前3時19分にあり、 特に3時19分頃には日本で大出現が見られると予測した。アッシャーらはその前数年の大出現を的中させていたため、期待が高く多くの人が大出現を目撃した。実際の極大時刻は3時20分前後とほぼ完璧に予測通りで、極大時には1時間あたり3000個から4000個の流星が見られた。 事前の予測よりも流星が多く出現する時間が長く、日本時間で午前1時から夜明け頃まで5時間近くに、渡って1時間あたり1000個以上の出現が見られた。ありがとうございます。